ブリトニー・スピアーズ、サーカス出演、ブリトニー・スピアーズブリトニー・スピアーズの未発表曲一覧は、ブリトニー・スピアーズの存在が確認されている未発表曲の音源の一覧ブリトニーは、デビューの準備として1997年からレコーディングしており、収録したカセットテープを様々なレーベルに送っていた。カセットテープは、2018年5月3日に、サイト、ジュリアン、 エースオークションスでオークションにかけられ2018年5月19日に2560ドルで販売された星アイブガットザアージ0時42分アスキングフォートラブルトゥマッチツーテイクエイジーラブズユーノット名前不明テルメ4時5分シールネバービーメサ時ジ2分ブリトニー発売前の10月に未完成版がリーク2007年に完全版がリークもともとは オーバープロテクテッドのカップリングとして収録される予定だった。When?I say so 3時12分マッドラブ3時55分ブリング。be home baby can't you see can't get by it's a small world cause you are looking so good.I don't want you now and then 4時11分をベビーベビー take your home turn on the night 911 3時34分リトル目。 断片0時59分フルバージョン3時30分ドラマティック3時12分フックドーン、シュガーフォル、フィーチャリング、パレル・ウィリアムス3時47分オール・ザ・シー・ウォンズ3時34分キスユー、オール・オーバー・リベリオンダンペレ片0時58分、レッド・ホット・リップ・スティック3時30分ベビー・ボーイ3時ステート・オブ・グレース4時、ブードゥー3時40分レッド・ゴー3時24分シークレット、 断片一時二十二分、プットアウト二時五十二分、ラブに、ラブユー三時十三分、アイブビーンラビングユートゥーロング二時十六分、フーキャンシートラスト、オールザウェイビューティフルナイト、ビリージーに一時五十三分、ボーイフレンド、バタフライクライ、ブリトニーの元広報担当者はブリトニーが二千七年にこの曲を録音したと述べた。ブリトニーが二千七年の末まで ギミー・モアと一緒にこの曲を演奏すると噂されていた。ダウンタウン3時30分クルーセファイメ4時4分、フリー・アウェイブリトニーのファンサイトから、この曲が収録されているソニー BMG の5トラックのデモ CD を受け取った人が確認された。彼曰くその歌が、ブリトニーが行った最も実験的なものであるという、アップテンポで終わる電子バラードと表現した。 フロー3時15分ハイドフロムザさん、ブラック、アイドピーズのメンバー、タブーとのコラボ、2007年の初めに、ラジオのインタビューでこの曲が確認されたようだが、インタビュー音声は未流出。ブリトニーとタブーも2007年の初めに、同じレコーディングスタジオに入るのが目撃された、ラブ・イン・ザ・バハマズ・マザー・ラブ・セキシファイ、サムウェア・レッド・カーペット・サムワン。 セカンドシングルとしてリリースされる予定だったが、ピースオブ目に置き換えられた。ブリトニー自身が2007年12月に振り付けなしでミュージックビデオをリリースする予定だったスパーセンシュール、ザ・フェイスタイム・ゴーズ・バイ・トラブル・アンブレラ、録音前にブリトニー本人が歌入れを拒否、後にリアーナに提供された。名前不明、二つのインストがオンラインで出回っている。 おもちゃの兵士のデモとレーダーのデモのタイトルで、ニューグラウンズにアップロードされたウォーニングウェン、アイグローアップ、セロントーマスがブリトニーに送った曲。ブラックアウトでのお蔵入り後、サーカスへの再録を考えたが、プッシーキャットドールズへ提供された。2011年、セロントーマス版の曲のデモが流出した。イエス。 アイウィルテレホンソロ版3時26分レディーガガとのコラボバージョン4時14分。もともとはレディーガガから楽曲提供され、サーカスのボーナストラックとして録音されたが、ファナラフィート変更されたためお蔵入りとなった。だが、クイックサンドではガガをバックコーラスに起用した。ソロデモ版が2010年5月2日にリーク。レディーガガとのコラボバージョン2015年1月6日に、 リークアブロード3時56分デンジャラス3時2分エブルデー3時36分ディスキス3時16分ウィプラッシュセレーナ・ゴメスから提供されたがお蔵入りとなった。テイクザ・ウェートフォロー・マイ・フィンガーズ・ヘブン3時47分キャンディーフロム・ストレンジャーズ3時49分アポロジャイズプリント・イレベーター・エンターテイメントフォロー・フォー・ギブンプリンス・チャーミング・プッカー アップロイヤリティスパーラバーティアーザクラブ、アップア,ンダーアリスベルベットリップスティックアンブロークン3時41分、ブリューニングアップリミックス版3時35分オリジナル版3時20分ターン、イットアップ3時57分バーティゴ断片0時57分ブロー、断片0時30分キングオブマイキャッスル3時6分スーパーナチュラル謎の曲、7秒の断片がオンラインでリークした。 誰も曲のタイトルを知らず、フルバージョンがリークされたことは一度もない。アメリカンドリームアンチドーと、ブラックウィドウバットビヘイビアー、カオスコネクテッド、ゲットアウトマイウェイ、2010年5月、プロデューサーは、ブリトニーが録音した曲を非常に評価しており、かなりの金額で提供で要求していたが、拒否された。カイリー・ミノーグに送られて、彼女のセカンドシングルとしてリリースされた。 デンジャー3時55分プラスチック4時16分、フィールメアップ4時5分アニマル3時33分、エクセホリック3時48分ヘイマ3時38分、ファーストフューリアス8のサウンドトラックとして録音された2017年12月21日にリーク、オクライリとなった後、歌手をカミラ・カベロと J ・バルビンに変更してリリースされた。アイフィールソ、 フリーウィズユー3時28分3時30分ティルト、ヤーヘッドバック4時18分。もともとはネリーからコラボをお誘いがありレコーディングも済ませていたが、ブリトニーの事務所がネリーとのコラボを却下。これを受けてネリーはコラボ相手をクリスティーナ・アギレラに変更した。ブリトニーバージョンはラジオ局で2016年に一部公開された。You are my home weakness. ミスティックマンマイラブワズオールウェイズゼア。Man, ありがとうございます。